オッケーオッケー、じゃあ行きましょう行きましょう。あ、なんかあるやん。うわぁ、気の毒なやつだ。こんなとこで一人腐っていくなんて。どうやってハエ入ったんそれ。内側から湧いて出たん。キモ、かわいそうやな、それはそれで。よしよしよし、じゃあアイテムを拾いつつ、多分あるやろ。心配ない？平和で静かな街？あ？確かに静かすぎるな。まあ確かにな、嵐の前の静けさやな。あ、スタミナなくなってもうた。あ、なんか、あ、誰？なあ、おい、なんかブツブツ言ってたで、セバシアみたい。聞こえたはずなのに。見てみるか。住人か、この世界の住人に話聞けみたいな言うてたもんな、キッドちゃん。開いてる、戸締まりしっかりせえへんタイプや。田舎あるあるやな。お邪魔。玄関広。おい、寄せちゃうわ、食べて、食べなさい。痩せちゃう？痩せちゃうわ。え、キモ。食べて。なにこれ？全部食べて、食べなさい。痩せちゃうわよ。痩せちゃえへんよ。うわ。いやもう、えぐいえぐいえぐい。うわ、ビンタ。食べさせへんのかい。食べろって言ってるでしょ。何食わしてんの？すごっ。もう母性大爆発してんねや。ほんで何食ってるの？おかゆ18金板みたいなやつ食うてるやん。え、お前のためやんそれ。めちゃめちゃネグレクトされてるやん。なんだ。おい、おかゆ18金板ヘドバンを添えてやんそれ。バレた。うわ、怖っ。まずい。パチコーン当たって。エイムしっかりせな、セバスチャン。取れ取れ取れ、銃取れ。うわ、もう狂ってる。このおかん狂ってんの。うぇい、ナイス。大丈夫か息子。さすがの腕前やな、セバスチャンは。銃の腕前。え、痩せちゃうわ、食べなさいみたいな拒食症なんかな、あの息子。うぇー、なに、蛇みたいな、なにそのぐちゃぐちゃ。嘘だろ、無敵かお前。え、なんか、ちょちょちょ、え、死なんの。あー、死んだ。え、死んでる。あ、死んだ。マッチは、これマッチ拾う。あ、あの味噌汁ね、ありがたい。うわ、なんか進化してんな。え、ほんでネグレクトされてたあの子は、え、死んでるやん。えぐ、さっきのヘドバンを添えてて死んでるやん。うわ。何この飯、ほんでマジで。グロテスクなおかゆ。雑炊か？どっちでもええわ。全然なんか、ええ体してるけどな。痩せちゃうわって言われてたけど。うわ、めちゃめちゃ貞子テレビしてるやん。あ、消せんねや。うるさいから消しとこう。ザーザー。うわー、なんか、この世界の住人もやばそうやな。で、この矢印はあれやな、カバーやな、やっぱりな。はいはいはい。アイテムやと思うからややこしいな。まあでもカバーできる位置は知っといた方がいいよな。オッケーオッケー。で、開けれる。まあいつも通りバツ2回押したらあれやな、蹴って開けれんな。で、おかんが死んで2回気になるな、2回な。こう、音もおるんちゃうか、音。開けれない。あ、開けれる？調べるってあったな、今。調べるってなかった今。あ、気のせいか。開く。ベッドルーム。汚いな。何部屋ここ。なあこれ。ガンパウダー。ガンパウダー。弾薬などのアイテムのクラフトにしよう。あ、こんなんもあんねや。ほう、バイオハザードやな、ほんま。さすが三上さん。三上さんやったっけ。で？あ、そんだけ。あ、ここはこういうチュートリアルの場所か。はいはいはい、オッケーオッケー。ほなちょっと出ましょう。あ、車、なんや、地震。近接攻撃、車の窓ガラスや木箱、錠前などを殺す、壊すことができる。はいはいはい、あ、なるほどね。弾ゲット。あ、ここいうとこな。はいはい、前と一緒やな。あれやな、あの、思い切った蹴り出えへんねや。あ、ナイフ持ってるから。そうかそうか。
あ、なんか動きも、なんか動きも遅なってるな、セバシアン。力強い動きできたのに。で、車ね。で、これはおもろい乗り方すんな、お前。うん。そんだけか。おい、車のガラス割れる。はいはい。気狂ってんな、お前も。そんだけか。乗ることはできんねんな。了解了解。で、あ、ユニオンって書いてるやん。なんか木みたいやけど脳みそにも見えるな、あの木。アイコン。オッケーオッケー。まあ、ユニオンに来たよってことやな。とりあえずじゃあ進もうか。お、銃声。今度は何だ？なんか倒れてるぞ。リロードしとこう。この町の住人か。誰や、こいつら。ああいつらや、エージェントや。こういうハゲおったもん。おお、こいつ強いな。ロナウドみたいな感じだし。危ない。うーわ、助けた方が死ぬ運命。うわ、内臓取り放題されてる。一目散に逃げたな、ほんで。あいつメビウスのメンバー、うん、まだ生きてるやつがいたんだな。クソ、どちらにしろどこも化け物だらけか。せやな、隠れながら行けよってことか。逃げたメビウスコインを、あの男から情報を聞き出す必要がある。了解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 。しゃがむ、あ、スニークキルね。はい、スニークキルは罰が出てくる。了解了解了解。知ってるよ、そんな。あ、マップを見る。あ、マップとか見れんねや。ありがてえ。めちゃめちゃありがたいわ。オッケーオッケー。ガンパウダーも取れる。あ、瓶か。はいはいはい。瓶はいつも通りのあれやな。スニークキルしろってこと？こちらに気づいてない敵の近くで罰ね。あ、これしろってことやな。敵の気配アイコン。了解。こう閉じて、罰でスニークキルよ。オッケー。初めてのスニークキル。ありがとう。オッケーオッケー。あー、脳みそ汁ね。大事やから。よし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 。ちょっと行こうか。なんか敵が気づいたら、目のアイコンが出るってことやな。はいはいはい。あ、気づいた気づいた気づいた。死ね！こいつ近接攻撃、今回も弱いんかな。おれ！おれ！よいしょ！最悪や。銃撃っといたらよかった。おれ、タックル。もう銃使おう。はい。危ない危ない危ない。あ、死ぬんちゃう、これ。発陣に入りました。あ、発陣に入りました。めちゃめちゃ油断してました。ごめんなさい。すぐ戻ります。オッケーオッケー、戻ってきたよ。はい。ナイフ出してスニークキル。死んじまえ。で、ここやな。ここ入ってたもんな。くそ。開いてないんか。あ、パス連打。あ、開いた。あ、来るぞ来るぞ。最悪だ。最悪や。分かりきってたことやろ、そんな。おい、閉めろ閉めろ閉めろ。いいねいいねいいね。ちょうどええとこに棚あるんよな。よし、これで入ってこられない。あ、気づかれた。まあ、入ってこられへんけど、ええか、これで。オッケーオッケー。ん、ほんで、あいつどこ行ったん。行けるとこある、これ。こっちか。ん、あ、こっちか。はいはいはい。よーし、あの工作員どこ行った。暴れてんな。危ない。こっち来るな。めっちゃ怯えてるやん。落ち着け、撃つなよ。助けに来てんやけどな、一応。何もしないって、ほら。銃を下ろせ。俺は味方だ。メビウスじゃないな。ちゃいます。あの化け物の一味でもなさそうだけど、でも味方とは限らない。そうだな、俺はメビウスじゃない。だが奴らに送り込まれた。キッドちゃんにな。あの化け物たちを見たか。見たよ。奴らの力も。なんで俺に銃向けんの。ああ、見た。お前は相棒が犠牲になってくれたおかげで運よく逃げ切れた。ほんまそれだ。相棒なんかじゃない。彼はただのユニオンの護衛部隊だ。ただのて、お前助けてくれた人。僕を守るのが仕事だった。僕の仕事は機械の修理だ。あー、めちゃめちゃ喋りたがってるやん、お前。こんなところで死んじゃ割に合わない。
兵士じゃあるまいし、エンジニアなんだから。あ、エンジニアなんか。そのようだな。うん、隙だらけやもん。止まれ、撃つぞ。あれ、今レジギガスみたいな声したのお前。兵士ならセーフティーを外した方が。うわ、初心者や。言ったろ、お前の味方だって。おう、仕切り直そう。俺はセバスチャン・カステヤノス。かっこええな、セバスチャン。あ、セーブポイントあるやん。オニールだ。あ、よろしく、オニール。リアム・オニール。お兄ちゃんって呼ぼうか。メビウスでもないのにどうして彼らに送り込まれた。オニールズ・セーフハウスって書いてる。俺はコアを修復しに来た。お前と同じだ。おう、まあ頑張って。一言やな、お前。僕は抽出されるまでここで持ちこたえるや。それはできないらしい。リリーが見つかるまではな。お、逃げたんよ、リリー。リリーって？コアを見つけないと。みんなここでおだぶつだ。助けが必要なんだ。こいつらはあんま何も知らんねんな。行こうって言うならそれは無理な話だよ。うん。ここは拠点。ここにいれば安全。わかる？セーフルームな。でもコアの手がかりなら知ってる。コアの周波数で共鳴する信号を近くで検知したんだ。あ、あれか、頭痛のあれか。信号をたどろうとしていたら襲われた。おう、これ聞いてみて。なんや、小さい女の子みたいな声。いや、リリーの声や。今のはコアか。そうだと思う。でもここに来てからずっとこんな変な信号ばっかり受信するから発信源が分かるまで確かめようがない。おう、どうすればいい。君の通信機でも受信できるよ。あのクソデカか。外に出て確かめてみるといい。分かるはずだ。他の信号を受信する可能性もあるけど。なるほど、辿ってみてもいいと。信用性な。まずコアだ。脱出する方法はそれしかない。お好きにどうぞ。通信機をペアリングしよう。何か見つけた時連絡できる。いいよ、害にはならないだろう。はい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 。オニールの2、あ、チャプター3、奇妙な信号。オニールの任務、調査チームについて補給品、もっと強力なもの。あ、もっと強力なものは。あの化け物、厄介だな。追い払うのに弾がいる。ショットガンくれ。ここにもっと強い武器はないか。あと、アガニボルト。ここにはないけど、他の場所にはあるのかも。ここは平和目的で作られたけど、メビウスと武器は密接な関係にある。その武器はどこにある。外は大混乱だ。強力な武器が大量に手に入ることはないと思う。はい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 。でも近くの装甲車のあたりに使えそうなものがあったな。装甲車ね。その場所をマークしてあげるよ。ありがとう。でも気をつけて、化け物がうじゃうじゃいたから。ナイス。ああ、なるほどね。こうやっていろいろ使えるってことか。あんたの任務。閉じ込められて1週間だよな。もうそんなに。こっちは時間の流れが不安定なのか。楽な仕事のはずだった。夕飯には帰れるくらいの。でも僕が知る限りこんなのは初めてだ。うん。どういうことだ。不具合はコアがいなくなった時に起こる。でもそれじゃ説明がつかない。世界が継ぎ目から崩壊している。安定化装置を使ったけど狙った効果は出てない。あ、そう。安定化装置、メビウスから送り込まれたのに知らないの。何も知らへん。ああ、他にね。チームは5人いたんだな。他に治安部隊がいたけど、まあそうだね、5人ん？いたってどういうこと？死んじゃったんよ。ベイカーを見つけた。死んでいた。うん。で、もう一人もさっき死んだやろ。そう、無理もないか。彼は強い信号を受信してその調査に向かった。あんたあっさりしてますね。抽出を要請して結果を報告するだけで、危険な仕事は人に任せようって僕は言ったんだ。うん。でも耳を貸さなかった。リーダーだからね。うん。螺旋岩で死んでたで。僕に言わせれば勇気と愚かさは紙一重さ。ああ、身長と臆病も紙一重だ。せやな。やめてくれよ。彼が死んで嬉しいなんて言ってない。僕がそんなろくでなしに見えるかい？見える。みんなには生きててほしいさ。見つけたらすぐに知らせてやる。おう。本当に？ありがとう。そうしてもらえるかな。他の生き残りもおりそうやな。でもな。外は思っていた以上に危険だな。武器や補給品はどこにある？さっき他の信号について話そうとしたら聞かなかっただろう。ああ、はいはい。今度は聞いてやる。治安部隊の二人から情報を拾った。武器について話してたよ。おう。辿っていけば装備があるんじゃないかな。なるほどね。二人が手を貸してくれるかも。考えておこう。それが発信源か。僕はここで一人きりなんだよ。護衛が必要なんだ。
お前があの護衛兵を犠牲にしなければもういいよ、通信機で信号にマークをつけておく。はい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 、たどるもたどらないも好きにすればいい。ああ好きにできるよってことか。ああさまようシグナル、これサブミッション的なやつなんかな。どっちでもいいよ的な感じか。ちょ一回セーブしとこう。あ、メビウス工作員の共鳴班の調査しろ。ちょっと地図見とくか。これが奇妙な信号でさまようシグナルか。はいはいはい。で装甲車に武器があると。あ、ウォーデンクロスボウやん。これは取っとかなあかんやろ。オッケーオッケー、ちょっとセーブして行ってくるわ。え、お、看護師さんや。タティアナや、タティアナ。今のは誰だ。え、もう忘れたお前。あんなきゃお世話になったのに。ちょ、セーブしてなんかうろちょろしてたら出てきたわ、タティアナさん。鏡を見る。え、また会えんねや。あ、でもあれやな、あ、セバスチャンズルームや。今回病院じゃないんや。あ、猫泣いてるやん。あ、ここに戻ってこれるよってこと？はい、作業台もある。導かれてるね。うわっ！え、もしかしてこれ、あれ？座って？もしかして？来た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 、強化のお時間です。なんでワインよりちょっと嫌そうやね。あ、謎の注射器あるやん。なんだおい、ここから出せ。タティアナさん。カステヤノス刑事、また会えましたね。お帰りなさい。久しぶり。またあんたか、なぜここに。あのロッカールームもあるやん。どうしてかしら。何にせよ見知った顔で嬉しいわ。なあ、俺も会えて嬉しいで。知りすぎている顔でもね。おう、タティアナさん。お疲れのようだわ。元気にしてあげましょう。おい、なんやねん、ちょっと下ネタに聞こえんぞお前。何それ。前と同じように。あ、脳みそいじくる系な。はい、アップグレード。これ大事やねん、マジで。体力、身体力、回復力、スニーク、戦闘能力。あ、なんか、若干変わってるな。まあ、アップグレードはいいから、ちょっと喋ろうか。この場所、あんた、ビーコンと同じだ。だが、ここは違う。ユニオンだ。せやな。そう、すべて同じに見えるわ。あ、タティアナさんからしたら一緒か。その椅子、あなた。何一つ変わっていない。そら想像の世界やからな。あんたが想像してるだけちゃうかほら。あー、でも鍵システムはまたありそうやな、このロッカーキーシステム。オッケーオッケーオッケー、アップグレードもここでできるようになったと。3年ぶりのアップグレードやな。オッケー、じゃあちょっとサブミッションとかもいろいろできるから、ちょっとおもろそうなやつあったら動画にしつつ本編進みましょうか。さあ、これが通信機のあれやな。彼の言った信号を探してみるか。うん。あ、これ近づい、ロックオン。反応の方向に合わせてロックオン。はいはいはい。赤色があれやな。これ、緑のやつがあれやな。多分。敵が多すぎる。うん。しっかりしろ、ヘイズ。これくらいマシな方だろ。サブミッションの方やな。武器もいい。例の補給品が手に入れば確実にな。オニールが言ってた信号だな。うん、そやな、そやな、そやな。ちょっと、俺、装甲車にある武器も取りに行きたいからな。あ、で、これが少女の声ね。だいぶ遠いな。だが、唯一の手がかりだ。リリーだといいんだが。え、絶対リリーやろ。オッケーオッケー。で、通信機をかざす解除が三角ボタンか。了解。じゃ、ちょっくら武器取りに行ってくるわ。サクッと。なんや？揺れすぎやろ。揺れるにしても。うーわ、またや、大陥没。もう戻れませんよってことか、あのネグレクトの母親のとこに。はい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 、退路は断たれましたと。セバスチャン、いつも通りや。前に進むしかないぞ。ヒゲ剃ってほしいな、いつもいつも。どういうことだ。いや、もう慣れろよ。これだけ崩壊が続けば捜索は無理だ。何がユニオンだ。まあ確かにな。あの信号を探そう。
不安定やな。オッケーオッケー。信号は相変わらず出てる。よかったよかった。よし、じゃあちょっと探しに行こうか。オッケー、なんか来たぞ。おい、壊れたスナイパーライフル。あー、クラフト。おう、他は大丈夫そうだ。直すにはパーツが必要だな。これちゃん絶対ギアやろ。ギアが必要なんちゃう。ほんで、あ、どでか携帯持ってるやん。メイビウス通信ログ替えのパーツ。ビジターセンターの隣にあるビルの屋上にスナイパーライフルの中心を飛ばしてしまった。はい、パーツはユニオン社整備場の向かいにあるんですよ。今化け物が暴れてるエリア内にそんなところに行くなんて無理。どんなにでどこにあろうと関係ない。オッケーオッケー。まあ、ここにあるよってことやな。了解了解。まあ後で探そうか。どんな死に方やねんこいつ。ケツ丸出しで死ぬな。はいはい。あ、じゃんじゃん追加されますってことやな。マップ上にこういうのゲットしていけば。なるほどね。結構オープンワールドチックやわ。なんか前はさ、ルートとか結構決まってたけど、これルート行けるとこ自由なんよ。ほら、マップも行けるとこにもやがかかってるけど。な、行ったとこはあれやで、あれで。で、ここのメビウスの装甲車のクロスボウ取りに行こうか。ほらな、先。これも気になるし、弾用シグナル。行こう。よし、来たぞ。ここやな。クロスボウ。オッケー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 。こいつは懐かしい武器。いや、懐かしい武器やな。ありがたい。これバカ強いからな。いや、なんか強なってへん。アーチェリー式にもできるやん。はい。長押しで狙う。R2 長押しで引き絞り、発射ボルトの切り替え。うん。一緒やな。ワイヤートラップ、設置式と、普通にあれやな。まあまあ、一緒やな。一緒やな。はいはい。ショックボルトね。今刺さってんのがショックボルトか？おっと？おい、崩れんぞ。車がガタガタ言ってる。え、水出てきた。お前！バレるバレるバレる。へへ、こっそり拾う。な、何しよう何しよう。ハープボルト、はい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 。いいねいいねいいね。あ、オッケーオッケー。今あるのはハープボルトだけな。了解了解。こいつら相手知られへんからな。ちょっと次の目的地は、ここにハンドガンの弾あんねんけど、まずここ行こうか。さまようあれの、サブミッションかなんかの。近なってきた近なってきた。あ、これかな。拾う。弾やったな、でも表示が。オッケー、ハンドガンの弾。この家の中かな？開く。この辺になんかありそうやけどな。なんとかアベニュー？セダーアベニューかな？アイテムあるね。はい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 。発煙剤とかいろいろあるよ。あ、死んでる。ほーん。特になんもないぞ。騙されたか？さまようシグナル。あ、こっちやな。この機能便利やな。あとケーブルあるやん。あ、はいはいはい、反応してる反応してる。コンピューターは使えるな。チューニング。脊髄につながるコンピューターは使えるな。え？一緒に行かないのか？時間がない。俺は車整備場に行って補給品を手に入れる。補給品ね。用が済んだらビジターセンターで落ちよう。ビジターセンター。ビジターセンター？なんでだ？見つかった生存者にはそこに身を隠すよう伝えてある。おう。おーっと、いい考えだ言うてます。あら。人殺しちゃおう作戦か。と、なんか来たぞ。うわ、メビウスのマークやん。脊髄、え、武器庫へ行く。え、こんなとこから行けんの。どういうことどういうこと。他には他になさそうやな。ちょ、行ってみようか。うん、このコンピューターはまだ動いてる。はい。うわ、真っ暗なってローディングが入りましたよ。これどっちのローディング？え？ゲームデータのローディング？ぽいね。ぽいね。で、ここまで来たよ。武器庫へ行く。え、行かして？宇宙。何これ？シダー通り。あ、シダーアベニューってさっきのとこやな。ここ武器庫に来たんか。弾ゲット。ハンドガンの弾。え？何このシステム。そんだけか。でも、武器全然こうちゃうやん。弾薬庫やん。このままやったら。外出れる。ほい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 。またちゃうシステム出てきたぞ、これ。ちょ、とりあえず下行こうか。
なんか拠点が1個あるし、いろんなとこ行き来できるシステムになってんな、このゲーム。あ、なんかハーブや。ハーブいっぱい取れんねんけど、回復アイテム作れんのかな。なあこれ、壊れた配電盤、ショックボルトを当てることで作動する。ほう、当ててみますか。四角で変えて、よいしょ、いいね。近道か。なるほど。これは L と R を回して緑の波長の高さと幅を赤の波長に合わせろ。おーいえーよ。あ、わからん。なくなった。左、ちょっと待って。回してってことは垂直軸が、あ、左がこうね。だからこの辺で回転数を考えればいいんか。ちょっともうちょい、あれやな。大きめ、大きめ。あ、来てる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 。来てます来てます。シンクロ率、シンクロ率。シンクロ率が、もうちょい。だ、じゃ、むずい。あ、ここや来た。なんやねんこれ。あおもろいけど。あ、別に特になんもないんか。弾が落ちてるぐらいか。はいはいはい。武器がいっぱい取れんのかな。あ、ショットガンの弾。ショットガン欲しいけどな。これなんや？ご褒美セットみたいなのあるやん。もうとくけど一応。はいはいはい。で、こっちにもあるな。あ、この緑と白の、白の箱ケースはなんかあれやな。あ、これショットガン入ってちゃう。来たー！いいね。俺ショットガン大好き男やから。もらっておこう。もらっておこう、もらっておこう。オッケーオッケーオッケー。これ早速装備して、なんか、下とかに入れとくか。オッケーオッケー。いや、下は使いづらいから上にして、ハンドガンを下にしよう。オッケーオッケー。よっしゃ、ハンドガンの弾、ちゃうわ。何やったっけ？ショットガン手に入れたぞ。これでいいんか。で、さっき開けたショートカット使いつつ、なんかいろんなとこ進めますってことやな。了解。ちょっと戻ってきたわ。なんか行けるとこなかった。なんかあれかな？至るところにパソコンが置いてあって、そっからまたなんか、あっこにアクセスできますよってことなんかな？うん。まあ、あんま超ようわからんけど。とりあえずサブミッションこなしつつメインストーリー行くわ。ここは一体。え？一体何が起きてる？ボス？え、普通になんかサブストーリーやと思ってめっちゃ黙っててんけど。早っ！背高本で。こっちに来る。ここを出ないと。いや、ここ出ないと言われましてもですね。あっちやな。あ、今はバレてないな。まあ、とりあえずじゃあ、こう、シューって。こうシューっていきゃええんちゃう。で、カードキーがいるパターンか、これ。カードキーがいるな。どこにあんねん、カードキーなんか。あ、なんか、壁すり抜け系か。めんどくせえな。オッケーオッケーオッケー。カードキー探さなあかんな、ほなな。どこにあんねん、カードキーなんか。絶対向こうの部屋やん。ほな。だる。こっちは出れへんよな。オッケーオッケーオッケー。しゃーないな。ちょっとじゃあ、まあまあ、ショットガンかな。ショットガンで行こうか。なんでずっと歌ってんの、あいつ。隠れながら行こう。あ、こっちにあり、関係ないか。こっちにありそうやな。なんか、ジャージャーしてるし。ジャージャーしてて、あいつは、ああ、はいはい、こっから逃げれますせーやな。ちょ、カードキー、あ、なんや、これ。あ、モップがザーザーしてるだけ？関係ない。開く。カードキーない。なんか、ぬるっとボス系始まったけど。あ、これ、壁すり抜けしてくんじゃん。こここうよ。なんなん？ DJ オズマで生まれ変わり？あ、カードキーじゃん、これ。出られると。はいはいはい。どこかで見覚えがある。あれ？ビーコン精神病院。え、しかも、セバスチャンと、マイラと、あれやん。リリアン。なんで？
セバスチャンの記憶の中やから。え、ラララララララ言ってるけど、ずっと DJ オズマかも大黒摩季かのどっちかなんよ。お前は女やか大黒摩季やろな。で、音来た道戻って、あ、今行けるな。え、なんやったんこいつ。よし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 、カードキー刺して、はい、プシュ。いや、確かにビーコン精神病院でもこのカードキーあったよな。なんなんやろ。フラッシュバック。フラッシュバックしてるやん、マジで。え、シダーアベニュー、シダー通り戻ってきた。ただの幻か。いや、あれは何だったんだ。ほんまなんなん。あれは本物か、ただの想像か。まあ想像やとしてもこの世界では本物やぞ。スライドフィルム。え、これ映写機でまた確認しなあかんな。バレてる、誰かにバレてるぞ。ちょっと待って、これメインストーリーじゃないよな。うん、全然ちゃうもん。え、何やったんやろ。また全然ちゃうあれなんやろ。 OK、 ちょっとやるわ。おい、みんなちょっと待ってくれ。え、ぐいのおるて。じゃ、ほんでスナイパー作ったんよ。ちょ、これ、あ、やばい、見つかってる。ちょっと待って、逃げろ逃げろ逃げろ。えっぐいのおる、えっぐいのおる。うわ、中だけ、うわ、何これ、毒か毒か。え、キモ。え、なんかほんで走ってきよったし、うっとうしいな。ちょっと待って、拠点に逃げろ、拠点に。え、えっぐいのおったな、今。あれ、でも死んだ、スナイパーで。おらんなったな。オッケー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 。あ、バレてるマーク出てるけど。あ、やり過ごす、やり過ごした。え、今の何？え、っぐいのおったな、毒。毒女。毒長身女。よし、で、フィルムゲットしたから、見よか、一個。気になるよな。で、あ、俺一個取り逃してる？もしかして。ギッド、起きてるか？起きてるか？寝てる暇なんてないわ。あ、よかった。何かあった？リリーが生きてるなんて信じられん。あの火事は。うん。リリーは死んだりしてない。もう分かってるでしょ。じゃあ、あの火事は何やった？俺の頭と、長年見てきた悪夢に言ってくれ。おう。なぜリリーを選んだ？ほんまそれな？世界中にいる子供の中から、なぜ娘を？答えられないわ、セバスチャン。リリーは私が入る前にさらわれている。あら、偶然なんて信じないでしょうけど、理由があると思うのはあってほしいと思っているからかもね。知ってるはずよ、特別な理由もなく起きてしまう事件もある。え、たまたま選ばれたってこと？その時その場所に居合わせただけ。えぐ？いや、そうは思わない。そうは思わんのかい。とにかくあの火事のことは忘れて、セバスチャン。いや、無理やろ。あれはあなたのせいじゃない。そしてリリーも失ったりしてない。それを忘れないで。ああ、なるほど。これちょっとあれやな、事件の真相を暴くために結構フィルムが大事になってくるっぽいな。オッケーオッケーオッケー。ちょっとなんかサブイベントがめちゃめちゃ長いからさ、メインストーリーだけちょっと動画にしようと思うねんけど、まあなんかでもあれやな、他に重要なあれがあれば、まあ動画にすると思う。まあ多分ほぼほぼメインストーリーでいくと思います。はい、じゃあちょっと強化して戻ります。こう邪魔ばかりされていてはマニキュアも濡れないわ。知らんがな。濡れ、今何もせえへんから。ファイルナンバー15、セバスチャン・カステヤノス刑事の面談記録。なんかテレビ見たらこんなん流れてんけど。で、起きたことについて話してくれませんか？もう10回は話したぞ。もう一度思い出してみましょう。ビーコン精神病院やな、これ。これじゃ面談じゃなくて取り調べだ。お願いします。俺だ。そらそうやろ。その感想なんやねん。ちょっとなんかまた雰囲気変わったぞ。おい、入ってきた扉から入られへん。なんやこれ。こっちか？鍵かかってるよな。これなんか出てくる合図ち。ファイル。ビーコン精神病院。
カステヤノス警部は小田警部補、そしてキットマン、巡査部長が失踪した事件への関与は否定されたが、ビーコン病院事件に関しての証言は回避的で曖昧である。精神科医と話すことに抵抗があったのか、はじめカステヤノス警部はカウンセリングに対し消極的であった。だがカウンセリングが進むにつれ、あの日に何が起こったのか話してくれた。カステヤノス警部は、変質病に悩ん、苦しんでいると診断。少し前の娘の死はビーコン病院での何かしらの出来事が引き金となり、歪んだ妄想を現実として認知していると考えられる。ああ、それがどないした？あ、ビーコン精神病院で何かが起きていると突入した。そこは病院じゃない、別のどこかだった。これ記録やな。呆れてるやん医者。あ、なんかおった。全く別の世界だったんだ。おう、全てあの病院で起きたことだと。なんで閉めんねん。だから違うと言ってるだろう。なぜわからない。かなりストレスを受けたことはわかります。ほら、あの後開かない。無理やりやらされたカウンセリングだ。おう、え、ほんで開かない、出れない、閉じ込められた。あ、また変わった。ん？なんかおったな今。こっちか次。あ、なんや、操作。水止める。なに誰？夢を見ていたのでしょう。想像の産物です。俺だ。夢じゃない。殺人鬼の精神の中にいたんだ。医者か。間違いなく現実だった。かもしれない。ですが、それにこだわることが何の役に立ちますか？その執着を捨てられれば。楽になれるかもしれません。嘘の証言を指したいんか、精神科医は。ただの精神分析だったのか、それとも俺の知らない何かを知っていたのか。おう、病院になってるね。どういうこっちゃ。なんか血出てるで。うわー、なんかあれやな、あの水道水がみかんジュースなればええなみたいな子供の夢のあれやん、グロテスクバージョンや。何やねん、何これ。ここのドア開いた。何か、なんて書いてる？ You cannot keep me here. 何？どういう意味？お前には止められない。翻訳してくれた。ありがとう。またなんか変わりましたね。なんやこれ。これメインストーリーなんか？とりあえず進むか。メインっぽくないけど。あ、テレビに映ってた車椅子のとこやん。これパワーアップできる？座らせてもらう？あ、なんかある。フィルムか？あ、フィルムや！スライドフィルム3つ目。ワンの記憶思い出してんな。あいたたた。で？ビーコンだと？え？ありえない。今気づいたん？やとしたらやばいでお前。勘鈍すぎるやろ。あ、俺ちゃんこれ。てか、ジョセフ兄やにも会いたいな。あ、ここラウラが出てきたとこじゃん、ラウラちゃん。ちゃうかな？え、似てない？ちょっと。おい。誰やお前。カステヤノスケージよな。来るぞ。そっちが来るんかい。え、ラウラちゃんやん、ほんまに。あ、引きずり込まれた。いつも通り。え、一体何が起きてる。なんだ、夢かのパターンやん。うわ、なんか赤の味噌汁あんねんけど。何その、愛知県来ましたみたいな。こんなあった？ただの記憶なのか。え、こんな男の子転がってなかったで。電話。電話取れてとんの？あ、勝手に取ってくれた。なんだ。え、この赤の味噌汁気になんねんけど。大丈夫なの？バイタルが急上昇したわ。身体死寸前だったのよ。マジかよ。ビーコンを見た。またあの時に。おう。ありえない。完全に新しいステムなのよ。いや、そう言うても。わからん。え、ほら、だが確かに見たんだ。ビーコンのあれやん。二度とあんな経験はごめんだ。患者の服やん。ここにいるだけで最悪だってのに、その上過去の追体験とは。
直られているのか。集中しないとリリーを見つけ出すんだ。え、この赤脳みそ好きの何？レッドジェル。スキルアップでロックされたルートを開くことができる。俺そんなん見てないわ。え、レッドジェル絶対な、重要なアイテムやんこれ。え、ラッキーラッキー、赤脳みそ汁ゲット。普通の普通の脳みそ汁が、あの普通の味噌汁やとしたら、これは赤味噌やな。で、目的地がここなんよな。で、めちゃめちゃおるんよ。ほんで、あの得体の知れんやつもおるんよ。ちょっとこれ遠回りしていくか。こん中か。入れない。この辺やな。ちょっと調べよう調べよう。あ、あったあったあった。出てる。ここで三角押せば。あ、え、ちっちゃい子や。通信機かざす。で、チューニング。これは。これ、リリーの声じゃん。うわ、なんかペタペタ。へへへ。手がペタペタ。ユニバの。リリーか。あれみたいな。ユニバっていうか。開かへんのかい。え？ああ、蹴って開ける。いるのか？おるんか？パパだ。どこに行ったんだ。ダディやで、ダディ。おらんな。あ、ペタペタ、あ、ペタペタ、ペタ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 。なんでそんな足跡鮮明に出てるん。しかも裸足かい。リリー、怖くない。パパだよ。え、絶対記憶やから全然喋られへんで。鍵かかってる。ふんって。引き戸ちゃうか？ちゃうか？落ち着け。どうすれば入れる？いや、絶対そこやん。絶対これやん。これ押してしゃがんで入れいうことやん。わかりやすすぎる視点のヒントやな。潜り込む。はいはい、こっちオフィスルームね。あ、なんか人形みたいなのあったぞ。これリリーの人形ちゃう？拾う拾う。リリーの人形だ。の。ここにいたんだ。壊れたって言ってたやつよな。ちぎれたこと壊れた言うて。うわ、追体験や。逃げてきてる。なんでこん時は開いた。閉まって、鍵かけ、あ、鍵かけたんや。偉いね。戸締まりできる。で、誰が追いかけてきてんの。怖いよな、リリーちゃん。え、めっちゃかわいそうやねんけど。え、あんなとこから逃げたん？リリー、まずい。リリーが危ない。誰かに追われている。え、すごい。あの窓がどこに続いているのか、あたりを探してみるか。すごい身体能力やな。こういうゴミ箱とか、タン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 、タン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 、キューンって行ったんやろな、多分な。レストランの裏で手がかりを探せ。オッケー。ちょっとまず、信号はなし。ちょ、一回出ようか。ロック解除されてるやろ。レストランの裏行こうか、とりあえずな。はいはいはい。まあ、リリーちゃんはな、なんかあれやな、繋がれて嫌やから多分逃げてきたんやろな。逃げてきた先で誰かに追われてんやろな。こう追われてんのは あいつかな。男、あの美術館まがいの、まがい、美術館まがいってないやね。美術館みたいなとこにおった男で、裏口ここやな。こっから出てんやろな。なあリリー、どこに逃げたんだ。記憶ないか。記憶来たぜ。え、なになに、動かせないんですか。はぁって、これは。何、新しいの出てきた。新しい信号か。よし、すぐ行く。待っててくれ。もう少しの辛抱だ。了解了解。ロックオン。どこ？とこう言うてる。誰が？じゃあとりあえず助けに行こうか。え、リリーちゃん、なんか来た。何、狼の視点やんそれ。絶対ブルブル言うてるし。え、キモい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 。え、ちょ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 、あー、なに、狼でもなんでもない。え、な、狼でもなんでもない。クソキモ、クソキモやん。ショットガン、いいね、ショットガン。あ、ツインよ。うれ、お、ショットガン。お、なに、上半身と上半身。このゲーム上半身好きすぎひん。もう一発いけ。あ、ちょ、いや、ちょ、待って、弾ない弾ない。
最悪や、口でかいタイプや。あぶねー。え、まだ狙われてる。え、死んでるよな。え、なになに。あ、死んでなかった。死んだふり。死んだふり、うまこいつ。ちょっと回復しようか。え、キモない。上半身と上半身で鬼口でかかった。もうバケモンの集合体やん。下半身ないのによう動けんな。お前どうやって排泄してんねん。トイレ行くときどないしてんねん。どっちの上半身がトイレ行きたいって思うねん。よし来たぞ、この辺やな。こっちやな、リリーの声。もう一度やってみるか。あ、これや、チューニング。右に走ってった、こっちやな。で、これか。なになに、調べる。また足跡や。なんでそんな鮮明に。おいってことやな。はい、とりあえずついてく。わ、なんかすごい急カーブしたな。急カーブして、えっち。数日経っている。リリーのものでなければいいが。完全に足跡からしてリリーのものっぽいけど。あ、でも普通に走ってるな。ちゃうっぽい、ちゃうっぽい。また信号がこっちに。はいはい、ここに行けってことやな。了解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 。こっち開け、あ、はいはいはい。ちょ、とりあえず追いかけようか、リリーの。心配、心配し。よし、この辺や。今、チラッと見えたな、おったリリーちゃん。リリーちゃん、通信機かざして。えい、チューニング。すごいいろんなとこ行くね、あなた。で、調べるで足跡が出てくるんやろ。よかった。何がよかったん。ペタ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 。で、どこ行ったん。あ、向こうか。あ、ちょっとこれハーブじゃん。ちょ、何しゃがんねんねん。ハーブ取る。で、あっこ光ってるか、あっこ行くやろ。結構変わってんの、サイコブレイク2。誰のものなんだ。誰のもの。どでか足跡出てきたで。え、誰のもの、マジで。え、どこ行ったん、この足跡。調べるだった、今。ないな、ないな。え、どういう状況。あ、これか。ここに隠れてたようだな。車に隠れてたんか。車の下に隠れてたんか。あ、ちゃうわ、車の影や。で、ペタペタ、あ、かわいらしい。ほんまかわいそう。よう一人で逃げれたな。多分めちゃくちゃ化け物おったやろ。あの倉庫にいるんだな。ほう、賢い子だ。賢い子だね。あそこなら隠れる場所も多いはずだ。オッケー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 。倉庫の中を調べろな。ちょっと行くか、ほな。よし、電源入れて。くそ、電力を復活させない。電力を復活させちゃ、お前喋ってる途中でしょうか。なんやねんこいつ、うざ。ちょ、何したらいい、何したらいい、何したらいい。電力復旧させる言うてるけど強いんよ。デブは体力強いんか、今回も。あ、お前なんか投げてきよった。おの、お前、おの、え、マジでうざい、マジでうざい。死ぬ死ぬ死ぬ、ちょっと待って、死ぬ死ぬ死ぬ。危ない危ない。回復。こいつ舐めてんな、マジで。あ、強すぎ。ちょっと待って、死ぬ、ほんまに死ぬ、ほんまに死ぬから。ちょっと待って、クラウドしよう。危ねえ。メディカルケース作ろう。オッケーオッケー、この精度役立つわ。はい、ドックン。よいしょ。で、斧ゲット。こうよ。あ、くそ、お前で、俺より先にお前が攻撃すんね。死ね。あ、なんで素振りやね。え、なんで当たらんの。え、やばい、油断してた、死ぬ。え、死ぬ。あ、きしょ。うわ、首から。あ、これ確定演出や。はぁ、ちょ、今回強いって敵、マジで。これ何時間やってるか知ってる、俺このパートとのに。もう2時間経ってます。オッケーオッケー、戻ってきたよ。これを引いて電力復旧やねんな。電力を復活させないと。うん、あの電線が電源に繋がってるのか。
あっこか。何あー、で、ちょ、待って、あっこに行けってことね。あの電線、ここ、こっちに電柱があんねんな。あー、おるね、なんかおるね。カバーしつつ、こう行く。あー、はい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 。あー、なるほどね。ここじゃあ、壊して、ドーン。で、ここ、開けて、で、しゃがんで、食い意地やばいな、こいつら。スニーク切るよ。あいしょ、一人にはバレたけど、まあいいでしょう、と。で、こうよ。あ、やばい。おら、斧切る。はい、最強。斧はこの時代でも最強やから。で、アイテム拾いつつ、これをガシャリンコする。はい、電源通った。オッケー、これで開くな。了解、了解、了解、了解。うまくいってくれよ、マジで。よしよしよし。オッケー、リロードして。なんかおるな。あ、なんか上から来た。あ、もうええわ、ええわ、ええわ、ええわ。はい、レバー引く、ガシャ。で、こっち入る。リリー？リリーちゃん？リリーめっちゃお声出すやん。しまったね。ありがたい。クソ。クソって別にええやろ。あいつら入ってこい。リリーリリーちゃん？アイテム拾うよ、ちゃんと。なんかごっついとこ、ジョジョ死に。なんやねん、この死に方。おもろすぎるやろ。キャーって言ってる。あ、リリーちゃんや。上からな。オッケーオッケーオッケー。上はどうやって行くんや？ん？ここ通れそうやな。調べる。おい、壊せ壊せ、得意のキックで。って言ったのか。どうにかして行かないと。うん、取れ。罰連打か。何もいらん。何もいらん。リリーは勇敢で来ても聞く。うん。あの子なら大丈夫だ。俺が早く見つけないと。5歳か6歳やろ、言うてても。え？右足のみ。物騒やなぁ。あ、ここ鍵開けとこう。なんか使えるやろ、多分。ショートカットルートで。逃げるときとかな。ほんで、ほんで、ほんでよ。ほんでよ。ほんでライオンよ。これ上に行くってことよな。これか。え、リリーちゃん無事なんかな？こんなところで会えるとは思われへんけど、速攻。なんやかんや誰かに連れ去られてるオチやろ、これ多分。最初の方やしな、まだ。チャプター3やし。チャプターどんだけあるんかわからんけど。で、ドア開ける。あれ？あれ？チャーホーの出口来たよ。こっち合ってんのか？あー、なんかアイテム倉庫か。オッケーオッケーオッケー。最悪。絶対バレたやん。けど行くで、俺は。え？どっか行ってんけど。え？どっか行ったやん。何してんの？大人が死んでる。大人はええねん。この際。リリーが無事なら。え、さっきのバケモンどこ行ったん？タマゲット。ここでもようけ死んでんな。いないね。おった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 。え、めっちゃゆっ、早う出てきたのにゆっくりやん、お前。これゆっくり狙って、ドーンよ。よし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 。マジでさ、雑魚って、敵がさ、めちゃくちゃ強いんやけど、今回。で、シャッターを開けれない。あ、これ、はしごか。登る。リリーちゃん、こんなはしごとか登って、こんな上まで行って、助け求めてたんかな、今まで。いや、ただの信号じゃなかったらええけど。現実に、ここにおったらええねんけどな。はい、開けて。おらんか？ファイルがあるね。コアの切断。午後に地震を観測、システムチェックを実施した結果、ステム端末からコアが切断されているのを確認。原因調査のため、リカバリーチームを派遣する。メビウス本拠地へ報告書を提出した後、連絡不可となる。はい。コアの追跡に失敗、ユニオン内に一時的な転移が見られるが、構造に影響なし、住民からの問い合わせが数件寄せられ始める。住民。依然としてコアは消息不明。視聴者周辺に、小規模な地割れが確認される。住民は落ち着いているようだが、確実に不安が広がっている。10度以上の気温の急降下が観測される。再び地震を観測。視聴者周辺の地割れが深刻か、コアの再接続が確認されなければ、特定区域をユニオンから切り離すことが決定される。わお。で？ああ、ここクラフトできんのか。ちょっと弾とか作っていくか、せっかくやし。え、ここにおらんかったらもうおらんのじゃん、ほな。
よし、とりあえず弾作ったよ。ここででもな、作れるってことは多分ボスが来るんよ。あ、でこっちの部屋行ってないな。おい、邪魔すんで。あー、なんかいっぱいあるや。うわ、最悪や。めっちゃ作ったのに。フルや、今は、あのショットガンの弾。人形だ。あ、人形や。だがリリーはどこだ。回収回収。え、リリーちゃん、こんな血だまりの上にぬいぐるみ落として。うん、ここまで逃げてきてんな。いやー、もう声がかわいそうやもん。あ、ここに隠れてたんや。めっちゃバレそうやけど、かくれんぼ下手なんかな。あ、誰や。うわ、あのスーツの男や。やっぱり、やっぱこいつが今回のボスやな。ラスボス、ルビック的な存在や。何ちょっとおしゃれしとんねん。もっと探せ。ほんで、え、なんかイケメンのマッシュの髪型してるやん。腹立つな。スカーフ巻きやがって。ほんで、あ、ネズミチューチュー。え、うわ。捕まったんや。やつだ、カメラを持った殺人鬼。うん、文集法な。あいつがリリーをさらったのか。どうして気づかなかった。落ち着け、考えろ。リリーを助けるんだ。どこに連れてかれた。自身に新しい信号はないな。他に方法はないか。マイラ人形。ニール、信頼できるかはわからないが、俺がリリーを思うくらいここを出たがってるのも確かだ。うん、オニールってあれやんな。オニールか、セバスチャンだ。聞こえるか。聞こえるか。うわ、電波悪。お前楽天モバイルかなんかやろ。こんな時に外に出た方がいいか。え、ちょっと外出ようか。ほな、なんかボス来そうな雰囲気してんなこれな。あ、じゃあ行こうか明日。さて、シャッターから出れるんかな。おっと、なんか来たぞ。おい、なんや。あ、クラシックや。懐かしい。ん？何？何何何？クラシックは分かったけど、こっちに進めてか、帰れってか。なんだ？あ、おるやん。スーツのあいつやん。うわ。一体どうなってる？一体どうなってるところの騒ぎちゃうで。これなんで音出んねやろ。あ、またあれや。自由画像の殺され方のやつや。え、これアートかなんやと、なんかと思ってるんかな。登るて登れんの逆に。登れんでや。登るてなんなん。うわ、かわいそうに。でもな、ちょっと綺麗よな。言うたあれやけど、ごめんやけど、ちょっと綺麗な。腹立つわ。で、こいつもあれやろな、メイビウスの一員なんやろな。おい、ちょっと探しに行こう。あいつ、スーツイケメン、前髪紐、スマイルフォーミー、笑ってって言ってる。カメラ好きやから。お前インスタに結構アップするタイプの。リリーはどこだ。ナルシストタイプの男やなお前。カメラが趣味の。これ音出てるけど大丈夫なの。バレてる。バレたらあかんぽいな。これ音出るってことはそういうことよな。キモ。うわ、こいつなんか飯食う時もメニュー、飯運んできてから写真めっちゃ撮って冷めんねやろな飯。キモ。おい貴様、あの子をどこへやった。対決か。目ん玉ギョロギョロ。もしかして、うーわ指、うーわ出てきた。上半身、上半身やろう。これちょっとちょっとショットガンよ。おい来いよ、あ、かかってこい。うっ、あらボケ。これショットガンの音ええな、今作の。おい、かかってこい。うっ、いや、どっから来たん、どっから来たん。ちょ待って、まずこいつ、こいつ片付けよ。やばい、リロードが危ねえ。うっれ、うれ、きしゃいきしゃいきしゃい。ちょっと待って、回復ぶっ刺して、回復ぶっ刺して。
一回リロード挟んで逃げろ逃げろしてスタミナなくなってきた。ここでのくそお前避けるな。上半身上半身上半身と上半身やのにお前らすごいな。おる音が気持ちいい。もう一発あるぞもう一発あるぞ。来たな来たな来い。おらボケお前よしよしよし。もう一発危ない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 。口でかいね。よしよしよし。終わりか終わりか。オッケーナイス。やっぱショットガン最強やわ。また見失った。今度はオニールに繋がるといいが、うん、お兄ちゃんに繋がるか。あともう一体の死体どこ行った。オニール、セバスチャンだ。死んでなかったんだ。なんやねじゃなくて生きてたんだね。よかった。うざこいつ。今の場所は。いやだがさらったやつは突き止めた。おだがやつには何か特別な力があるらしい。ルビックみたいにな。失ってしまった。それなら役に立てるかも。なよ。とんでもない周波数を受信したんだ。周波数出た。発信源は視聴者だね。視聴者。よくやった。場所は上を見て。上？大きな時計塔がある建物が見えるかい？なあ。それだよ。ほんまに上や。あんなとこまでどうやって行けって。一言じゃ説明できない。おう。一旦戻ってくれ。説明する。了解だ。今から向かう。オッケーオッケー。え、俺今からあっこに行く。え、なんかまた地震や。拠点に戻り、お兄のに話しかけろ。何、なんか来るんちゃん。上半身上半身来るんちゃん。上半身下半身。普通の人間。うわ、上半身上半身もおるやん。え、なんか包丁浮いてなかった今。え、ほんで毒身長女、毒身長高女 おんねんけど。え敵が強くなりましたよってやつ。やめてやめてそんな。あ、もうショットガン多分なくなってる。オッケー、ちょっとほな拠点変えろか。なんかいっぱい動けんねんけどさ、強すぎんのよ敵が。だからちょっとずつレベルアップしてこいよってことなんやと思うね。ちょっと戻るわほな。はい、ただいま戻ってきましたよニール。無事だったか。ああ、無事かどうかはともかく、かろうじて生きてるな。さあ、視聴者に行く方法を教えてくれ。教えてくれ。ユニオンには舞台裏みたいな場所があって、お被験者を秘密裏に観察するんだ。観察？通路は損傷が浅いからユニオンの亀裂を避けて通れるはず。なんやその裏道。町は宙に浮いてるぞ。トンネルなんてあるのか。あ、パソコンじゃ。トンネルじゃない、通路だ。そこを通る者は簡単に言えば移送管を移動するんだ。え、おおお。その名も脊髄だ。あ、出たやっぱり。こことは違う次元に存在している。パソコンや。全く意味がわからんな。幸い理解できてなくても問題ない。使えればそれでいい。おでも中は迷宮みたいになってる。間違えると町の反対側に出ることもある。なるほどね。視聴者に繋がる脊髄はどこだ。それと誰がこんな馬鹿げた名前をつけた。ほんまそれな。この場所をマークしておくよ。北の拠点の中だ。お見た目だけは普通のコンピューターだよ。起動用のパスワードを教えておく。え、見っけた見っけた。中に入ったら B2 出口のマーカーを目指して。 B2 出口な。視聴者に直接行けるはずだ。了解。これくらいなら通信機でも説明できただろう。ほんまそれ。まあね、でもこれは通信機じゃ渡せない。お、ガスマスク。通路自体は無事だけど、ユニオンの崩壊でインフラに問題が生じてる。お B2 出口につながる道でガス漏れが起きてるらしい。はい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 。これがなかったら生きて通れないだろう。 ありがとうなオニール。命に関わるほどのガス漏れ。最後に最悪の情報をありがとうよ。まあガスマスクあれはいけるやろ。どうかは微妙なとこだよ。今までの傾向からするとね。気休めにもならん。出発する前に聞くことはあるかい。あ、なんか質問タイム。ああ、脊髄のガスが充満しているエリアを通るために必要。死人が使っていたガスマスクではない。ああ、新品ね。よかったよかった。はいはいはい。チャプター4、舞台の向こう側。なんか洒落たこと言うてるけど。このあれやろ、初代 Mac みたいなパソコンで行くんやろ。あ、なんかいっぱいあるやん。慎重してくれてたんかな、オニールが。オッケーオッケー。ほな、ちょっとあれやな。セーブして、脊髄の侵入口、行きますか。え、なんかすっごい仕組み変わっててやりづらいわ。サイコブレイク2。まあ、おもろいけど。